福島県福島市中通り地方の北部のこの町は、古くから交通の要衝として開け、福島県の県都、政治、経済、文化の中心都市として発展を続けてきました。西に吾妻連峰、東に阿武隈高地、私たちは福島盆地の豊かな自然に囲まれ、美しい四季の移ろいとともに暮らしてきました。3月11日、福島市を襲った震度6弱の大きな揺れ。この地震で、のり面が崩れ落ちた朝日台団地で避難指示が出されたのをはじめ、約4000戸に及ぶ家屋が全半壊するなど大きな被害が発生。市内全域で水道が断水し、各地で停電。余震もたびたび起こりました。そんな中で、全国各地からさまざまな物資など温かい支援が寄せられました。大津波に襲われた浜通りを中心に、多くの福島県民の命を奪った東日本大震災。そして震災は福島県にもう一つ大変な事態を引き起こしました。予想もしていなかった事故によって、3月11日に福島第一原発の半径20キロ圏内に避難指示、4月22日には浪江町、飯舘村などが計画的避難区域に設定。多くの県民が住み慣れた故郷を追われ避難を強いられました。浜通りから遠く離れた福島市へも多くの方が避難。福島市では同じ県民としてふるさとから避難する人々の受け入れに当たりました。福島市ではさらに南相馬市や浪江町、飯舘村と避難者の支援に関する協定を結び、避難者の皆さんの生活を支援。また本来の住まいに戻れない避難者の皆さんに、少しでも穏やかで安心な暮らしをしてもらえるよう、現在市内15箇所に仮設住宅が設置されています。まあ、感謝以外の何物もないですね。ここだってもあの市のあれを貸していただいてるし、あの福島市民でもにもなってないのに、それと同等の扱いをしてくださるし、本当嬉しく思ってます。2012年3月現在、約1万2000人の方がふるさとを離れ、福島市内の仮設住宅やアパートなどで避難生活を送っています。突如襲った未曾有の震災に対して、人々は助け合い、支え合い、市民生活は徐々に落ち着きを取り戻すかに見えました。しかし、国などの対応が混乱を極める中、日本中に広がっていった放射能への不安、それは福島市をも徐々に覆っていきました。4月、花々が一斉に咲く春。しかし、普段多くの人でにぎわう名所にも人影はほとんどありません。また原発事故による風評は、市の主要な産業の農業や観光へ猛威を振るいました。全国トップクラスの生産量と品質を誇る桃の出荷の最盛期。丹精を込めて育てた自慢の味はもちろん、放射能検査でも安全が確認されたにもかかわらず売れない桃。風評被害は深刻でした。福島が放射能に対する強い不安に覆われていたこの頃、福島の人々の心を強く捉えた一編の詩があります。それは
福島市に住む詩人和合良一さんが3月の極限の状況の中で書いた詩です。決意。福島に風は吹く、福島に星は瞬く、福島に木は芽吹く、福島に花は咲く、福島に生きる、福島の名を呼ぶ、福島を誇りに思う、福島を子供たちに手渡す、福島を抱きしめる、福島と共に涙を流す、福島を守る、福島を取り戻す、福島を手の中に、福島を生きる、福島に生きる、福島を生きる、福島で生きる、福島を生きる、福島で生きる、福島を生きる。福島を諦めない、福島を取り戻す。人々は少しずつ前へ歩き始めました。夏、当初開催が危ぶまれた福島花火大会。しかし、今年も福島に美しい花火が上がりました。次々と大輪の花火が打ち上がる夜空を、たくさんの市民が見つめました。秋、いつもの年と変わらず行われた熱気あふれる秋祭り。若者の威勢よい掛け声や人々の歓声が町中に響き渡りました。その頃、福島に対する風評を打破しようとする戦いも始まっていました。この日、東京を出発したバスが一軒の果樹園を訪れました。首都圏に住む人々に福島市へ足を運んでもらい、その現状を自分の目で確かめてもらおうと企画したバスツアー。参加者たちは旬を迎えたリンゴ狩りを体験しました。どうですか、美味しいですか？また震災後、被災した人々を温かく受け入れ支え続けた温泉街。苦境に立たされながらも、真心と風評に惑わされず足を運んでくれるお客様への感謝の気持ちを絶やさず、観光客をもてなし続けます。ありがとうございました。ありがとうございました。未だかつて経験したことのない困難な状況に、手探りながらも独自の取り組みが始まりました。子どもたちを守ろう。まず始めたのは学校や幼稚園、保育所の除染でした。5月、比較的放射線量が高く緊急性がある学校などを皮切りに、校庭の表土の除去などが始まりました。もう一つは食の安全安心の確保です。福島市では現在、2011年秋に開設した放射線モニタリングセンターや各地区の支所などに、食品に含まれる放射性物質の濃度を測定できる機器を設置。市民に野菜や井戸水などを持ち込んでもらい、測定結果を本人はもちろん
市のホームページなどで広く公表しています。また市立の小中学校と保育所では給食の放射能を毎日測定、子どもたちに安心して給食を食べてもらえるよう十分に安全性を確認しています。さらに福島市では市民の皆さんの健康管理のため各種検査も積極的に進めています。福島市では放射能による内部被曝を検査するため移動できる車載型のホールボディカウンターを導入、医療機関などとも連携し中学生以下の子どもと妊娠中の方を最優先に市民一人一人の内部被曝線量の測定を進めています。また特に保護者の皆さんから不安を訴える声が多かったのが、子どもたちが毎日の生活で浴びる放射線。そこで2011年秋には中学生以下の子どもたちなどに線量計を3ヶ月間身につけてもらい、実際に浴びた放射線の量を調べました。内部被曝に関しましては、これまでホールボディカウンターの検査を行ってきました。ホールボディカウンターの検査を行った795人の結果に関しましては、全員健康に影響が心配されるような数値ではありませんでした。福島市では昨年中学生以下の子どもと妊娠中の方にこのようなガラスバッジ型の線量計を配って3ヶ月間の外部被曝線の積算量を測定しております。その測定結果を見てみますと、将来放射線によるがんの増加などの可能性は少ないというふうに思われます。そしてさまざまな取り組みの中でも最も重要なものの一つとなるのが除染です。12月、市内東部の山あいにある大波地区。10月からスタートした除染が、冬空の下、急ピッチで進められていました。住宅や庭、周辺の道路、そこに暮らす人々が日常生活を送る地域の生活環境全体から放射性物質を取り除く。福島市では今、市民とともに市の総力を挙げて除染を進めています。市内の除染を進める私たち、何より嬉しいのが全国からの応援です。12月のある土曜日、この頃週末になると決まって大波地区の集会所に集まるたくさんの人の姿がありました。北は北海道、南は沖縄から駆けつけた除染ボランティアの皆さんです。ボランティアの皆さんは事前に除染方法などの説明を受けた後、草刈りや落ち葉集めなどに一日汗を流しました。せめて冷えた体を温めてもらおう。寒い中除染に励むボランティアに地元の皆さんは温かい味噌汁を振る舞い続けました。福島市の総力を挙げた、全国からの心強い応援もいただいた除染の取り組み。子どもも大人も、皆が安心して暮らせるふるさとを再び取り戻すために、今日もその取り組みは続きます。市民一丸となって、元の元気な福島を作るために頑張ります。また除染は、その他にも、さまざまな場所で行われています。この冬、福島市内の果樹園では一斉に果樹の除染が進められていました。農産物の放射能汚染が心配された昨シーズン、さくらんぼ、桃、梨、ぶどう、りんご、市内で採れる主要な果物はいずれも暫定規制値を大きく下回り、安全が確認されました。しかし消費者には徹底して安心なものを届けたい。農業の関係者たちは冬の間に果樹の除染を行うことを決めたのです。一本一本丁寧に洗い流された果物の木、さらに表面の皮を削り取ります。今回
農家一同除染作業を行いまして、安全安心おいしい果物を届けたいと頑張っております。また今年も福島のおいしい果物が全国に届けられます。今回の原発事故による放射線被ばくに対し、避難区域以外でも不安を感じる方が多いと思います。しかし私は日本医学放射線学会の見解などから見ても、過剰に心配しすぎるべきではないと考えています。とはいえ、放射線量をより早く下げるためには、やはり除染が有効です。セシウムは粘土質に吸着しますので、土の表面から1センチぐらいまでにほとんどとどまっています。除染は十分に可能です。福島市が今全力で進めています取り組みを東北大学でも引き続き全面的に支援しています。迎えた2012年、元旦、今年は良い年にと願う市民が境内に列を作ります。そして2月10日、福島に春の訪れを告げる忍三山暁参り。復興を祈願して作られた全長12メートルの大わらじが、元気な掛け声とともに山を登り、忍山に奉納されました。また福島に春がやってこようとしています。豊かな自然に恵まれた穏やかな町福島市。福島県を襲った震災は、そんな町に暗い不安の影をもたらしました。しかし私たちはもう下を向いてはいません。希望ある復興に向けて、しっかりと前を見据えて、一歩また一歩、着実に歩いていきます。